この動画上がってる時はもういないよな。いないっす。お前3人一気だよ。映画やめ、そしてお前昨日どうするのも考えとんだろうな。まあ正直物件減らすしかないですね。もう下請けに振って。社員だけど教育業者でこういう戸建てちょうどあれな日で、はい、行ってすぐ後だよな。金返ってきたんすか。フリーどうなったの。戻ってくるの。イチェイです。腰がやばいらしいわ。はい、なんて言われたの。変形してるって言われました。それお腹だろ。変形してるの。違うです違う、ほんとにちょっとまあまあいい感じの動画してきたな。ちょっと横見て。いや、こっからなんで痩せるのは。今筋肉を肉を蓄えて、ほんとこっからバチバチにしようかな。お前不自由もんだね。しかも、ほんとにいや、今日来る時あの例の動画見ててさ、ちょうどあれな、日ではい行ってすぐ後だよな、その後。そうっすね。気持ち悪いな、あいつの人。あれ、金返ってきたんすか。いや、曇るって。あ、お前知らんな。そや知らない。呼んでない。そうそう、呼び出して、呼び出したんですか。呼び出して、翔くんと僕と社長で話したときに、上の人に用意してもらうって言ったんですけど、やっぱり肩代わりしてくれず。90万か100万か見積もり出したから。そうですね、はい、で身分証かなんかがいるもんで、今日岡山から取りに行くの。休みのうちに行っときますって言って、はい、今日は届けるの。絶対行かないですよ、そういうやつって。行かないよな。絶対行かないです。マジでクソ。案の定まだ連絡つきません。案の定連絡つきません。まあその件があり、例がやめ、そしてお前昨日挨拶ちゃんと取ったら偉いな。松田君やめます。あ、やめるってか、もうほんで2年修行来て、はい、ちょうど来週いっぱい。来週いっぱいですね。だからこの動画上がってる時はもういないよな。いないっすね。お前3人一気だよ。まあ、レイはいいとしてな、免許ないで。どうするのもう考えとんだろうな。ちょっと、あの、本当にやめてください。なんで腰に負担が。お前何もう、偉なったな。違う、違う。本当にやめてくださいとか言って。ちょっと待ってください。ここ、バーンって言っていただいてもよろしいですか。だろう。そうっすね。ちょ、ここ痛い、痛い、あの、痛くないんですよ、ここは。で、こうなるじゃないですか。で、これが痛いです。ちょっとこうやってやるみたいな。やれるぐらい痛くねえ。こうやっとけんか。最初から。はい。やり方にしゃべり方。で、まあ、その後だね、あれだけど。金3人きついな。そうですね。松田君はトラック乗ってもらっとったもんで、うん、まあ、正直物件減らすしかないですね。まあ、下請けに振って。俺が儲からんがや。やれい。俺はできるですけど。なんかちょっと偉なった。俺はできるですよ。俺はできるです、はい、俺ができるってお前人使ってなんぼだろお前。またそういうこと言うなお前。違うっす。お前またそういうこと言うな。うわまた言っちゃったお前。僕はできるもんでとか。うわまあ操作性できますよ、ね、やばで、まあ、はい、カンタとかも操作していきます、はい、いやなんか俺元従業員で豊とケンタって言うんですよ。テラか、はいはい、まあ一番目立つ、はい、ね、ケンタタイプになるか、豊かタイプになるか、お前が。豊かが悪いってわけじゃないけど、あいつって自分がやってなんぼじゃん。それはそれでかっこよく見えるかもしれんけど、お前ら若い子からしたら。で、ケンタってもう経営者じゃん。そうですね。お前もそっちなんだな。テロ今どっちか悩んでるのかな、今な。こっちとこっち行ったりって感じだよ。ああ、そうですね。あ、お前もそっちなんだな。僕どっちタイプですか。僕だったらできるとか、それ生きっちゃうやつ。ユタカそうじゃん、いつも言ってるじゃん。いや、俺はできるとか言って。俺は余裕とか言って。ユタカ君の才能も盗んで、うん、まあ、ケンタ君の才能も盗んで、うん、いつになったら花開かプロあの事件といい、事件といい一つというか、お前責められてるかな、今。あ、それは分かった、それは分かってます。それは分かる。来て、俺責められるんだ、みたいな。フジモン見て、顔しやがってことやろ。何誰じゃん。もう昔は本当、小栗旬って言われてましたけどね。あ小栗旬。いや、マジで。いや、本当に昔は。キャバクラ行ったら毎回小栗旬とか佐藤健。あ、でもイケメンだよ。だって、ミオなんかもうほぼほぼ初恋じゃなくて、なんか一目惚れみたいなもんだろ、お前。そうっすね。まあ、YouTube では見とって、はい、初めて実物に会ってみたいな感じじゃない。もう入った時から。もう、向こうからだろ、だって。はい。あいつも結構肉食女子だよな。そう思う。結構何もうこれ何これ何やってる時も足ガーッてやって中で出してね。大好きなお客さん中で出したなんだーって足ガーッ湧いてきとった。それは言えないです。もうお父さん見てるんで。お父さん見てるんで。
人権がある。人権がある。人権がないってことはもう認めてるんで。そんなことはないですけど。そういうことだよ。お前だってすぐ勘違い。美容会撮ったもん。なんか、翔くんはすぐ勘違い起こさせるとか言って。人権なかったもんね。レイ、レイどうなったの？あれ戻ってくるの？なんか、あれ動画になっとこうか。1ヶ月ね、1ヶ月間ちょっと離れてみるって。で、今どんな気になった？あいつ、実話で。2週間ぐらい2週間3週間ですね3週間はい、はい、まあ、連絡ないんで、まあ、連絡ってもう携帯止まってるんで連絡しようがないんで。ああそういうことか。なんか戻ってきたいぐらいのことだね。まあ、ジムにはそうって言ってましたね。1ヶ月とか1回戻ってくるって。はい週間か。はい休める？あ全然行ける。そんな普通あ日帰りだったら。いや仕事は行けるでしょ。まあ、奥さんはあ、それはいいっす。嘘つけんな、お前ガチガチ。最近僕の方が強いんで。じゃ本当にマジ成長したんですよ。そうやって言ってることしてるからもうダサいからな。はい、俺の方が強いんでって。お前本当それダサいんだってマジで、そういうところが。いや、まだダサくないっす。本当は正直じゃねえから、こいつ。心配やっていいな。ダサーと思う、俺、そういう言い方が。俺の方が強いんでって言ってるやつがもう大体弱いから。そうじゃない、自分で冷静に考えて。ダサいっすね。ダサいだろ。鬼怒川柴藩ってもっと話されたのな、うちのチャンネルは最初の方が。てない以外は。いや、かっこいいっすよ、あの人。いやいや、一番男としてはかっこいいよ、お前。そうですね。いや、顔かっこいいっすよ。顔かっこいいっす。何顔笑いだろ、お前。もう一回カメラに。それまず、みっちくんかっこいいっす。みっち見てる。じゃあ、もう一回言います。かっこいいです。誰が？みっちくんの顔が。ボクサーみたいな顔。ボクサーみたいな顔なくなった。いや違うですよ。マジかっこいいじゃないですか。カメラ、カメラ攻撃みたいな。俺も好きだよ。僕も好きです。そうそう。問題ないか現場は。まあなんとか。なんかあれじゃないの。まあこれ動画であれだけど、社員だけなんで協力業者で、こういう戸建て、ある程度ずっともう専属がいいけどある程度、二人ぐらいとかでさ、はい、まあ実習生とかまあ。半社員みたいにしたらうちの実習生と一緒にやってもいいけど、半分社員半分外注とかにしても手間受けで戸建てやるやつとか、そういうのを育てた方がいいんちゃう、はい、ある程度責任施工。やっぱそうもそうじゃん。うち一人親方が10年10年お前らより古いやつばっかじゃん、はい、一人親方かな。だけど責任施工だもんで、一件これだけでやってねっていうところがやっぱ段取りとかデータ細かく考えてるから、やつは送信と塗装なんか一日ぐらいだったらくっちゃくちゃだったじゃん、みんな。そうですね。もうそれ行ったら金もらえるかもね。雨でも現場行き上がるし、倉庫で田村市長だけだし。だから責任施工ってのはいいと思うんだよな。額面で言ったら高く感じるけど、はい、結局社会保障があって、その辞めた人件費とか世話代もあるじゃん、はい、会社とか。事務もそこに手間も来るから。そうですね。これ募集したらいいんだよ。手間受け、はい、まあ、トラック貸しちゃってもいいの。ああはい、それはあれだった。例えば1年間貸します、はい、まあ、最低限の給料で、まあ、ここまでは社員としてやってください。あとはもう工事は責任施工だから1件いくらでやってねとか。いいと思います。やってみたいかな。足場で経験積んで独立しようとしてる方、やっぱ独立した直後って仕事ないと思うじゃないですか。ないじゃないですか、うんうんうん、そういう方、まあ、はい、はい、いやそんなにね、あちこちやっとるやつだったら、はい、多分安いと思う。そんなになんかもうちょっとそれより下ぐらいで、今からやってみたいぐらいがいいんちゃう。今からやってみたい。そのバーッと出せんから、メルカリ道場の仕事もやってると安いのかな。安いっす。仕事はまだ募集しようまんま。いや、もう全然。結構今でも YouTube 見て依頼来るよな。あともう1件2件でもいいよっていうので、その日指定はちょっと偉いかもしれないですね。まあいつ頃いいんですかとか聞かれるんで、まあ、僕らもその日だったら空いてますとは言えるんで。ああ、でそれはすり合わせしませんか。あ、そうっす、はい。まあ、それが調整だよな。そうそう、もう絶対この日じゃないと無理ですみたいなのは、まあどうにかはするんですけど、うん、最悪無理だったらちょっと偉いんで、まあ、それで金額じゃあ、はい、出せよとかな。安いお客さんで、まあ、わがままばか言わんでって。まあそういやいや、まあそれは当然や、はい、だって俺らでもそうだもん。一般の人でもそれは値引きしてあれしてこれして、じゃあ色はこれにしてください、在庫で使ってください、工程はこっちの空いた時でやらせてください、だったら安くできますよって。相談してもいいかもしれない。 YouTube 見て塗装安くして、もう来年からこれ足場本当に値段上がるから、足場これ1メーター以上は本足場組まなかった、この足場じゃダメなんだ、これもダメだよ、もうこの足場もう来年はこの足場組めない、はい、あ、こっちは行きます。だから1メーター以上あるじゃん。いや、あ、隣の敷地幅。そうです。あ、これちょうどいいや、説明しちゃおうか。これが本足場っていう、はい、両脇だ。でもこれ手すりが足りてないな。まあそうですね、うち2本と手すりなんかもうち2本、うち1本、うち外2本です。うち外2本、これ1本しか入れない。
で、あと3本入れなあかんですね。あと3本入れます。で、カサギも。カサギはいい。ハバキですか。ハバキか。ハバキはちょっと分かんない。1本だったらハバキ1本か。あ、そうですね。安全設置を2台。で、外部が多分シートがあれば、手すり1本でいいんじゃない。違う。なんかあるよ。はい、これ違う。だけど考えて、手すり3本だったら、よく考えて、これでもう全部で100スパンあるとして、このマス目がね、3倍だったら300本、材料費もかかる。はい。いや、うちの足は今、その常時50と60とかかかってる人だ。かかってます。それ全部完璧な足袋持ってたら、材料足りんの。無理です。トラック1台じゃ乗らないんで。あ、1台で乗らない。足りない。単純に1人増えるから、3万円増えてよしじゃないもんね。わからんよ。全国の足場屋さんがどこまでそれ対応して、塗装屋さんに、いや、無理って。結局無理って言うと元請けにも切られちゃうじゃん。そうですね。塗装屋もモグリでやってくれるなら、まあ言い方悪いけど、じゃあ、ね、いいよって組むところに頼んじゃう。塗装屋さんも、はい。そうなると思います。お客さんの圧力もある。お客さんがじゃあいいよって、よそは100万でやるって言ってるよ、あんたの子足場がどうのこうって120万って言ってるけど、よそは100万でやるって言ってる、そっち頼むわね、じゃあって言われるの困るからっていう、そのずっとこの下から真っ直ぐかかってるし、上から真っ直ぐかかってるで、そこが何年かかるかは分からんけど、一気にバーンって変わらんやん。まあここ微妙なところだよね。で考えたらやっぱ運転できるほんまに即戦力、そうですね、欲しいですね。ああ、そうか。まあ来年からは一人親方みたいな方がいいんじゃん。暇の時あるじゃん。そうです。まあ、でももう一人ぐらいちょっとしっかりしとる人が欲しいですね。経験が薄い人がいいですね。なんで？あんまり変に経験しとると、なんか俺自分の考え出すじゃないですか。ああ、そういうことか。ああ、そういうこと。うっとうしいですもんね、正直。誰もそうでしょ。いや違う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 。で最初のだけは俺マジで本当に鬱陶しかったですよ。でも、うん、あいつそういう感じする。いやこうなんでああなんでとかって言うじゃん、はい、あいつなんかちいちゃらなんか正義振り方して、いやなんか喋らず行動にするんですよ、無視をして。ああ、分かる本当に。見えへん見えへん。いやタケそうだよ、あいつ案外あれそういうとこあるって。いやなんかもうこだわりあるやん、昔のトシ君とよう似とる。トシ君もそうだったよ、俺一緒に、俺も現場で撮るときね。それだけポリシー持っとるんだな、あそこまで来たんだよな。そうですね。そう。ポリシーあるじゃん。いや、きついと思うよ、あのトシで、現場で撮るの。今回っとるの、逆に二人抜けとるの俺。来なかったり来たりなんで、あいつらは、正直。ああ、正直メンツに入れてなかったっすね。ああ、そういう。まあ、レイは入れとったっすけど、ヒデに関しては正直も入れてなかったっす。ああ、そういうことか。でも、レイは戻ってくるかもしれんってことだろ。まあ、まあ、そう、ね、1ヶ月後にちょっと一回話そうかって感じだろ。はい。まあ、一回自分で冷静に考えて、はい、やってみたいなら、まあ、こっちは受け入れるけど、でも何、それヒデが来るまでも休むか。いや、でもそれ多少なんで、レイは。あ、風とか、あ、まあ、本当はダメですけど。あ、まあ、ダメだな、言い訳だろ。はい。風邪ひいても出ろ。職人はそんなもんな。大差逆がねえんだもんね。骨を取ってもやっぱ出ますし。お前はい、すごい嘘つくな。え、昔そうです。嘘つくな、お前。ちょっと嘘っすね。骨は折れてなかったっす。骨は折れてなかったっす。折れたと思ったら、はい。もうちょっと掘り下げたいな。もうちょっとなんか出してほしいな。時間がない。あ、僕は全然。ほとんど俺喋っとるな。どうやでしょう。やばいかな、でも3人おらんくなったら。そこ毎回戻ってるけど編集が大変だよな。そこからまた怖い。なんとかなるっすね。あ、なんとかなるっす。でもどうしていきたいの、まあ、まあいいタイミングでそれ聞きたいよ、お前が。主張は下請け使えとか言うじゃないですか。うん、なんか僕はもうなんか20人30人の本体もう動かしたいですね。だけど暇の時困らん。あ、それはその分のその仕事はあってのですよ。で俺は20人本体使いたいなら40人動いてればいいんじゃないこっち。規律をなんかある程度守りながら社員を増やしていくのがいいんじゃないと。外注にしろっていうわけじゃなくて、お前らがおって規律をある程度なんか作った方がいいんじゃない。例えば3対7でもいいじゃん。3対7結構ギリギリだよな、はい、暇の時で忙しい時絶対あるじゃん。今回だとやっぱもう毎日がすごいことにしたろ。女優の仕事作っとるってそういうことじゃん。そうですね。そう、一番無駄なことじゃん。金にならんけど社員休ませるで仕事作ってるみたいなもんじゃん。あ、まあ、付き合いもあるね。付き合いも、はい、まあいろんなことを言い出すとまたもっと違うけど、もちろんでもそこにもエネルギー使うからって俺は思ってる。ヒデのこと一つもそう、疲れるやん。
使います。老眼にしとるもんね、半分年かだけど、だけどめんどくさいな。だから それってじゃあ一人やからってある程度製品として仕上がってるじゃん。はい。しっかりしてる。うちの自社職人もそうじゃん。10年15年おるって言っても坊主できたわけじゃないよね。バリバリできてるよね。よりバリバリになってくるわけじゃん、うちの。はい。そういう意味で2、3割おって20人したいなら30人常時動くとか、ああ40、30人動くっていう状態にしながらやっていけばね。テラもそうだろ多分。はい。ぼちぼち喋ったか。はい。まあ、ちょっと3人飛んでここは大変だと思いますけど、お前も腰言わしとるんだな。はい。まあ、ここからが難しいところだけど、まあね、会社の場所がなかったな。はい。どんな状況かで。そうっすね。まあ、これから多少パパになって成長が来たじゃない。はい。頑張りますんで。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。せーの、届いてねー、届いてねー。なんだ。